さすがは冒険者。未知の大陸への旅に期待で胸がいっぱいって感じだな。それぞれに自分なりの目的があるにせよ、今回は世界の危機を救う旅ってわけでもないしね。まずはこの冒険を楽しみましょう。最初から気を抜くなよ。地図上ではトラル大陸との間も近く見えるかもしれないが、遭難事件が後を絶たない死の三角海域をはじめ難所も多い。リムサ・ロミンサのメルビブ提督が発見した安全航路があるとはいえ、優雅な旅とは程遠いだろう。まあ私がこっちに来た時は特に何事もなくて拍子抜けだったけどな。だとしてもその航路を通ってきた経験者がいるのは心強いわ。当てにさせてもらうわね、ウクラマトさん、エレンビルさん。おう、任せとけ。おい、そろそろ出航するぞ。準備はいいか。乗船するぞ。こうして俺たちを乗せた船は出航した。80年ほど前にケテンラムという一人の冒険者が発見したエオルゼアのはるか西に位置するトラル大陸に向けて。待ってろよ、親父。継承の儀を勝ち抜いてトライオラの王になるのはこの私だ。航海は順調か？ああ、ここまではな。だが、海ってのは急に表情を変えるからな。いつ嵐が来てもいいように備えとけよ。なら、今のうちに休んでおくか。オールドシャーレアンを出て随分経つのに見えるのは水平線だけ。分かってはいたけど、トラル大陸は遠いわね。そういえば乗り合わせた人たちの中には何度かトラル大陸を訪れている人がいるみたいなの。継承の儀やトライオラについて話を聞けたわ。まだまだ後悔は続くでしょうから、
あなたも聞いてみたらどう？この海をおじいちゃんも見たのかしら。どんどん揺れが大きくなってきたわね。どう？船酔いの具合は。バカ言うんじゃねえ。この私が船酔いなんざ。ただちょっとばかり気持ち悪いだけだ。それが船酔いって言うんじゃないの？エレンビル、君もトラル大陸の出身らしいね。ならば向こうにはビエラ族の集落が？現地じゃシャトナ族って呼ばれてるんだが、主に大陸の北側サカトラルで暮らしてる。ご家族もそちらに？さて、父親は生まれた時からいなかったしな。名前すらわからないってのが正直なところだ。だが母親は…とんでもねえ話だ。早くもう高めとマスターが折れちまう。大丈夫かしら。誰が見張りをしてるのは。この風の中で砲を叩くなんて。あら、マストや落下者一名、すぐに戦意を戦争へ運ぶのが先だ。まずい、このままじゃ海に落ちるぞ。どうやら状況はあまり良くないようだね。私たちもできることを手伝おう。後にも先にも俺はあれほど荒れた海を見たことはない。熟練の船乗りさえもが高波と強風に翻弄され甲板を滑り落ち、そいつを助けようとしたアリゼまでも危うく海に放り出されるところだった。片や冒険者は魔障壁発動機をやたらと的確に起動して落雷から船を守っていたな。普通に生きてれば使うことのない代物だと思うが、一体どこで覚えたやら。もちろんウクラマトも救助に奔走していたさ。どっちが要救助者だかわからないありさまだったがな。そんなこんなで嵐が過ぎ去る頃、俺たちはトラル大陸を見ずして疲労困憊のありさまだった。今にして思えば
この嵐から俺たちの継承をめぐる冒険は始まっていたんだ。お前も起きたか。嵐が過ぎたらちょっとは気分がマシになったけど、大地の上じゃないと落ち着かねえぜ。はあ、早くトラル大陸に着かねえかな。見ろ、海鳥が飛んでる。陸地が近いって証拠だ。もう少し辛抱するんだな。一時はどうなることかと思ったけど、無事に到着できそうで何よりね。怪我を負った船員を見てきたけれど、容体は安定していたよ。この分なら彼も大丈夫だろう。何よりだ。それなら心置きなく小舟に乗り換えられる。トライオラの近海は岩礁地帯になってる。大型船じゃこの辺りまでが限界なんだ。ここまで運んでくれてありがとな。なーに、気にするな。それが俺らの仕事だからよ。むしろあれだけの嵐に遭遇して何の被害も出さずに済んだのはあんたらのおかげだ。みんな継承の儀で勝つのはあんただって言い始めてる。これじゃ賭けにならねえよ。お前らの期待に応えて王になってみせるぜ。まだ船酔いが。俺たちで最後だ。他に言い残したことがないなら行くぞ。青い空と海、そして未知なる冒険。さあ、いよいよだね。随分と楽しそうだな。
ほら、見えてきたぞ。私たちの新しい冒険の舞台が。あれが、私の生まれ育った大地。そう、トラル大陸だ。すごい。多部族国家とは聞いてたけど、本当にいろいろな種族が暮らしてるのね。あそこにいるのはバヌバヌ族に似ているけれど、羽の色味が違っているようだ。お前らにとっては珍しいものだらけだろ。航路が確立してるって言っても、海を越えてやってくるやつなんてほとんどいねえからな。おまけに、トライオラには遠洋航海できる船がねえから、出ていくやつだってまれだ。傭兵志望のマムージャ族がリムサロミンサの商船に乗って、たまにエオルゼアへ渡っていくぐらいだな。つまり我々はこの国ではとても珍しい存在だということだね。ところで、勝手に上陸してしまったけれど、入国手続きは必要ないのかしら。へん、お前たちと一緒にいるのが誰だと思ってんだ。トツクニからの来訪者のようだな。ええ、そうですが。我がトライオラでは現在、時代の王を決める儀式が行われようとしている。そんな時に怪しい輩が入り込まぬよう、目を光らせているのだ。お前たち、何しにこの国へ来た？悪い悪い。こいつらは私の協力者なんだ。クラマト様、王女のお連れの方々でしたか。大変失礼いたしました。いいって、仕事熱心な兵に恵まれて、王女として頼もしいぜ。では我々はこれで。へえ、本当に王女様なんだ。どこからどう見たって王女だろうが。ま、それはさておき。よく来たな、トライオラへ。
お前たちを歓迎するぜ。Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.